臨床開発部統括部長の片岡です。私は外資系製薬会社で約20年、その後別のグローバル CRO を経て、2022年にバレクセルに入社しました。当社のお客様はグローバルメガファーマの企業さん、ゴーグローバルを目指される日本の製薬会社さん、またエマージングバイオファーマの企業さんなど多岐にわたっています。疾患領域としてはオンコロジーが最も多いですが、その他 CNS、呼吸器、消化器、感染症など幅広い領域でプロジェクトを受託しています。我々はグローバル CRO ですので、グローバルスタディが多いということはもちろんですが、社内におきましてはトップマネジメントから実務レベルまでグローバルとの距離が短いということが特徴として挙げられます。例えば US 本社のトップやグローバル開発部門のトップが来日した際、日本のメンバーとも気さくに話をしてくれます。ここまでの距離が近いというのは、私がこれまで在籍した企業ではなかったので、いい意味で驚きました。また実務レベルでも日本からグローバルのプロジェクトに貢献することもあれば、海外から協力を得ることもあります。例えば臨床開発部の中にクリニカルオペレーションズリーダー COL というポジションがありますが、いわゆる試験のスタディリーダーですけれども、グローバルスタディを日本からマネージするグローバルコルが COL が複数名在籍しています。また立ち上げを支援するチームや、モニターの内勤業務をサポートするチームも、海外のプロジェクトを日本からサポートしたり、逆に海外からサポートしてもらうなど、グローバル共通のゴールに向かって互いに助け合う環境になっております。3つ挙げさせていただきます。1つ目は、先ほどお伝えしたようにグローバルとコラボレーションする機会が多いので、グローバルを身近に感じることができるという点です。さまざまな国の人たちとコミュニケーションをとり、情報を取ることができます。最新のテクノロジー、最新の手法というのは欧米から始まることが多いですけれども、最先端の知識にいち早く触れるというのは、バレクセルで働く大きな魅力の一つと思われます。また日本のラインマネージャーと他のアジア諸国のラインマネージャーが定期的にコミュニケーションをとって、日本特有の課題をシェアしてアドバイスもらうというようなことを行っておりまして、視野を広めるということでいい機会となりました。2つ目は、キャリアパスの選択肢の多さ、そしてボーダーレスに活躍できより大きな仕事ができるという点です。CRA の先のキャリアパスとしては、クニカルオペレーションズリーダー、あるいはラインマネージャーなど、開発部内の縦のキャリアパスがありますが、それに加えて、プロジェクトリーダー、レギュラトリー、営業、コンサル、サイトコントラクトなど、他の部門への横の移動も可能です。日本にいながらにしてグローバルをマネージすることもできますし、物理的に海外に転居して海外のバレクセルで働いている社員もいます。2020年秋に6名の CRA が半年間 US に派遣しましたが、うち半数以上が US のバレクセルに転籍して、今も引き続き US で活躍してくれています。3つ目は働きやすさです。グローバルメンバーも含めてみんなフレンドリーで穏やかな人が多いので、新しく入られた方はすぐに馴染んでいただけると思います。オフィス勤務と在宅勤務のハイブリッドで働く社員が多いですけれども、週何日出社するというような決まりはありませんので、みんな自分のスタイル、スケジュールに応じてフレキシブルに働いています。昨今、難易度が高い治験が増えております。そのため、メンバーの専門性を高める投資を積極的に行っていきたいと考えております。また、
今はあらゆるところでイノベーションが生まれていますが、臨床開発の分野でもリスクベースドモニタリング、あるいはセントラルモニタリングといった新しいモニタリング手法、あるいは DCT といった新しい知見のやり方が始まっています。我々も今までのやり方に固執せず、新しい方向にどんどん進んでいき、時代に合った適応した組織にしていきたいと思っております。